どうも、アパアパゲームズのサボと、サボじゃない方の J です。本日もマリオパーティージャンボーリの方をやっていきたいと思います。はい、今回やるのはこちら、パタパタアドベンチャー。パタパタ、なんか空飛ぶ系だよね、多分。おそらく空飛びます。おそらくね。おそらくな。出発する時のキャラクターを変更します。マリオとルイージじゃないといけないんだ。あああ、じゃあこいつに収まるのかよ。まあ、パタパタだからね。ここに来るのは初めてみたいですね。初見です。ここでは僕のような翼をつけて大空を自由に飛ぶことができるんだ。めっちゃいいじゃん。そんなうまい話あんの？それじゃあマリオとルイージにこの翼をプレゼントしよう。仲間からむしり取ったやつでしょ。誰が犠牲になったんだ。ノコノコじゃない、そこら辺にいる。かわいそうに。もっとパタパタだったんだよ、やつらは。わ、すげえ、マリオの世界みたいじゃん。ほんとだ。じゃあ飛ぶ練習。裏返しに持つと。どうぞ。L。ん？どういう向きなの？これ胸の前にこうってこと。ああ、俺らの動かし方見て。あ、すごい。ちゃんと。しかもお前が持ってるジョイコンの色も表示されてる、ちゃんと。一緒だ。俺赤赤なんだよね。下に傾けてね。はい。下に傾けすぎなのかな、これは。難しい。あ、むずい。ゆっくり羽ばたいてみてね。前進しながら上がっていくよ。ゆっくりなんだ。クリア。あんまり物出てなくね、お前。なんか低くね。オッケー、言われた。もう一度。では練習終わって、もう本番行こう。本番って何か分かんないけど。落ちたら死ぬんや。ここでは3つのモードで遊べるって。いいじゃん。そんなんだ。何があんだろう、ターゲットなんとかみたいな。パタパタバトル、めっちゃ面白そうじゃん。バトル制限時間内にパタテンテンを多く集めよう。後ろからうまく上手にぶつかれば相手の群れを横取りできるよ。一発逆転を狙ってみてよ。オッケー、やろう。後ろからぶつかればいいんだ。ケツを取らせなきゃいいんだな。じゃ、まずは俺の作戦は、ちょっと一回口に出しちゃうとあれなんだけど、お前に全部取らせてから俺は全部ケツをなめなめしようかな。甘いな。なんで戦場の鷹と言われたこの俺の背後を取れるなんて聞いたことねえよ。甘い考えだぜ。ちょっと待って、なんかマジでやりづらくない？あ、パタテンがいる。滑空だな。あのでけえやつ取りて。あいつなんかめっちゃ群れてない？あいつめっちゃ群れてる。え、1個目、まず1個。ちょっと待って、あいつはえ。よし、1個。あはは、なんかすごい撮ってない？群れをぶんどったわ。ちょっと画面変えたいんだけど。29対2だぞ、お前。どこにいんのかわかんで。うー、危ねえ。あ、オッケーオッケーオッケー。操作方法は足りない、オッケー。むずいぞ、これ。この操作が、本当に、もどかしい。なんで？ガーチ！なんか撮られたんだけど、めちゃくちゃ。最後にいた。作戦通りだぜ。まあ、俺はそんなん気にせず自分だけのパタパタを集める。まあ、またちょっとサボさんが仕事してもらうまで待とうかな。俺、他人からぶんどるとかじゃないんだよね。このゲームは弱肉強食。弱ければ死に、強ければ生きるんや。やっぱりコツ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 集めることが大事なの、このゲーム。確かに。なんかすごいこの群れ。わかんねえ。結構当たり判定でかいんだね。意外とね。待って、どこにいる？俺？うん。俺は探すな。自分でなんとかしようぜ。ちなみに俺60体持ってっから。やばい、負けてんだけど。ま、こういうことなんすか。圧勝。途中わけわかんなかったわ。みんなのアイドルを上限出せ。これむずいわ、この操作が。まあ、さっきの圧勝したんで、まあ、これやってやるか。やるか。え、協力モードだって。協力タイプね。ダメだ、これ足引っ張るわ。大丈夫、任しといて。本当に？うん。優しい、普通、難しいがあるけど。まあ、優しいから順々にやっていくか。順繰りでいく？順繰りで。ルールは知らないけど、大丈夫？これ。
運んでくんじゃないの。タクシーって言ってんだよね。だからグリとグラみたいに右手と左手持つんじゃない、あれ。うわ、それだ。知ってるお前グリとグラ。グリとグラ知ってるよ。うち絵本ほぼあるよ、グリとグラの。あ、一緒に上がんないといけないんだ。水平に保って前に進もう、うん、じゃあ二人三脚と一緒ってこと。そう、どん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 。とりあえずね、うん、あいつ、あいつ、あいつのところ行こう。太脚だから、だから酔わせないようにするよね。行こう、もう時間、時間来てるよ。これあれ光ってるとこまで上にさ行ってさ、うん、パックした方が早いんだよね多分。あ、そうなんだ。どう、ああ、お客さんが怒ってる。ギリギリか。あ、でもいいんじゃない。時間めっちゃ余ってる。時間余ってるよ。これが優しいだからね。1回成功だ。何回も成功するわけ。あー、なんかすんごい重量級のお方が。やばい、あいつ持ってくの嘘だろ。やばい、札束見せびらかしてる多分。やだな、海に落とすかこいつ。いや、泳げるよ、亀だから。重い。なんかすごいね。重いの。暴れてるお客様、大変。ここでは静かにしてください。足元が不安定なため暴れるのはおやめください。お客様、やばい、怒ってる。重い、開けて、開けてくれ。あぶねえ。これチップじゃないな、そんな重いやつ。アパパ運送としてはね。やべえ、何人連れだあれ。あ、家族、家族連れだな。お子様たちにも優しいですか、うち。1,2,3,4,5、 5人家族だ。行きましょう。湖の西まで運んでください。量じゃないのこれ。おい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 、ちゃんと障害物判断。あ、一人がはぐれた。え、そう、一人は、あれ、4人だったか、うん、最初から。最初からいないよ、抵抗だしほら。アーマーのドライバーか。ちょっと開業しようよ、アパアパタクシー。いける気がする。難しい、パタパタじゃなくてアパアパで、なんか語呂もいいしね。あ、確かに、アパアパタクシーで。じゃ難しいで、ね、難しいとどうなんのかな。クッパの家族連れとか来んのかな。クッパジュニアとピーチと、うん、なんかめっちゃいる地図に。好きなお客さんだって。ピノキオ行くか、それ近いから。お得意さんだし、うん、いつもごひいきにしてもらってるから。まずこいつを、あそこの上なんだよね、多分。ちょっと行こう。もっと上がんないのこれ。ゆっくりこうやるんじゃない。で、前向くんじゃない。意外とさ、進まねえんだよなこれ。そういうもんなんじゃないかな。遅いのか。うん、まあ、とりあえずさっきと同じルートでいいよね。うん、で、あのボスを運んで、うん、ガバガバ判定。多分助かる。無理やり乗ってくれたわ。重っ、こいつ。どう変わる、ゆっくり羽ばたいてみたいな。変わるかも。あいつ時短だ踏んだから遅いぞ。なんかどこ上昇きれない。なんかやばい。重っ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 上上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 上。なんか急に上に行かなくなったね。なんで、うまくね、なんで急に上がった。やべ、うまーい。やばい。クソ切れてる。まあ喜んでるわ。よかったよかった。到着する。あ、金金金金金に光ってる。なんで太客だから。行こう、家族連れ。今日は5人なんだね。確かに前回4人だったのに。前回4人だったね。早くない。羽はあ、なんか平行にして前向くと早かったりするのかな。わかんねえや。オッケー、早い。あと何秒。179。どこ行く次。ちょ、左から。ピーチ、あいついなかったっけ。なんかボム、ボム行くか。やばいんじゃない、あいつ怒ると滑空していくんじゃない。こうやってなんか遅くね。え、こんなもんじゃなかったっけ。 OK、 はい。こいつやば、爆発しそうなんだけど。早くしないと。青いキノコまで運んでください。相当上だな。
なんかダメだな、格好遅えな、なんか多分2人だから余計なんだろうね。危ない、どうする、落とす、海に、どうする、落とそう、海に、海に落とす、うわ、失敗あんの、ちょっとパクパクパク行こう。いや、前は前誰かいるよね。パックンパックンパックン、ボスパックン、ちょっと重そうだな、あのストリップストリームで上昇切るよ。そうだね、乗って乗って、あの海から発生してる風ね、これ。おーん、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 すごい。かくかく、超特急で行きます、お客さん捕まってろよ、しっかり捕まりな、ベイビー。お客様、お客様、もうなんか自分で言ってください。自分で言ったら明らかに誰、ピーチ、あ、待て、あいつ名前はチョロブー、行こう。チョロブーではなくねえか、クジビルデカオじゃない、クジビルデカオ取ろう。よしよし、うちのタクシーが壊れちゃう。確かにいいやつ書いてあるね。ストリップストリームだ、あれ行こう。上昇気流に、なんかお前気をつけろよ、やっぱ危な、こいつ危な、もっと上じゃない風。いやっふー、やべえ、乗り切れなかったね、上昇気流。なんか急に落ちんのは何なの。たまにお前攻撃されんなよ。 OK まだ68秒もある、崩壊していこう。全然いけるいける。次はあいつがカメール、あれ何、このなんかアメリカの映画とかで出てくるいじめっ子みたいな。あいつ行こう、アメフト部。おか、なんかオッケー、夫婦じゃない、ほんとだ、兄弟か。だってなんかすごいの投げてない、やべえ、ハンマー、またんだよ。これさ、そういうの持ち込み禁止にしない、タクシー内では。タクシー内では禁止です。飲食とハンマー投げ禁止です。うち、あとピーチだけじゃない、いや、クリボー、あ、ピーチだけじゃない、なんだこれ、なんか上にいる、すごい、なんでよ、そんな上にいんだお前、囚われてんじゃない、またなんかクリボーもめっちゃまたいるし、上にまたいるな。それピーチだけは、ピーチ行きたい、上昇気流行くか、ストリップストリームや。うおーん、いや遠いなこれ、お姫様。遠いって、ちょっとー、チーター、うわー、6回だと何ドライバーが相性ぴったりコンビ、え、よかったってこと、すごいじゃん。一応じゃああれなんじゃない、全員箱はなくても結構頑張ったねみたいな感じなんじゃない、難しいんだねやっぱハードだけに。うん、じゃあちょっとパタパタバトルでおかわりしようか、もう一回リベンジリベンジ。ちょっとさ、さっきパタパタタクシー相性良かったじゃん、相性良かった、でもなんかちょっと俺サボさんに足引っ張られてる感じなんだよねこっちのセリフだ、下手だし、パタパタバトル、こっちのセリフ、パタパタバトル弱いし、だからもう一回ちょっとこれで格の差を見せようかな。まあまた俺は弱肉強食対戦でいこうかな、俺はもうしっかり、うん、コツコツタイプで。いいじゃん、これさっき、うん、なんか分かった、操作がまだね思いついてなかったんだよね。あ、じゃあ今強いってこと、うん、全然違うもんだって、自由だ、あ、空ってこんな自由だったんだ、空って広いわ、あ、空ってこんな、おほーおほー、相当自由だ、空って自由やすごい、フリーダムや、これが自由や、もうだって結構集まった、もうさっきの J さんの記録と同じぐらい集まってるよ、空ってこんなに、あ、すごい快適すごい快適、結構集まんねえもんだな、すごい快適、やべ、なんかやべえやつが俺の取ろうとしてる、してない、俺の取ろうとしてやがる、おい、取ってない取ってない、後ろの取られたんだけど、この46秒逃げ切んないと、もうないだろだってあるよまだいっぱい、100はあるんじゃない、おい、なんかずるいってそれ、
何それだ、後ろ疲れるに決まってんじゃん、こんな持ってたら。ほぼ取られたぞ。イエスイー、ほぼ取られたんだけど。ま、やり返せばいいだけなんですけどね。ついてこれるかな。なんだと返せ、俺のだ。俺のが。これちょっと泥棒がいる。結局戻ってくるんですよ。泥棒や。よし。